うまく焼けますように。皆さんこんにちは、りょうやです。今月はですね、大豆ミートがテーマで、でこの前の動画で皆さんにね、大豆ミートで何か作ってほしいものありますかってね、こうリクエストしてくださいって言ったら、結構餃子を作ってくださいっていう人が多かったので、今日はそのリクエストに応えて餃子を作りたいと思います。で餃子はですね、何が難しいって、その餃子の皮を買ってくるとね結構簡単なんですけど、自分で餃子の皮を作るとなると結構ね、あの柔らかいのですごいね包みづらいんですよね。なので、まあ、今日は餃子の皮から作りますけど、もしあの餃子今まで作ったことありませんっていう人は、餃子の皮はね市販のやつを買った方がいいかもしれません。あの自然食品店とか行くとね、結構確かオーガニックの小麦粉からできている餃子の皮がね売ってたような気がするんですよね。しかも全粒粉のやつとか確か売ってたと思うんで、まあ、そういうのを買うといいと思います。あのすごい硬くて扱いやすいんですよ。で自分で餃子の皮作るとね、ほんと柔らかくてねぐちゃぐちゃになっちゃうんで、まあ最初は餃子の皮はね市販のものを使った方がいいかもしれないです。まあそんなこんなで、まあ、あとね餃子の種はね、この前アップした肉まんとねあんまり変わらないんですけど、まあね焼き方のコツとかもありますんでね、まあ早速餃子作っていきたいと思います。
まく焼けてよかった。まあ、僕もね、たまに失敗するんで、餃子。まあ、今日はちゃんと焼けてよかったです。でね、餃子を焼くときのコツはですね、あんまりこう、焦らない。それが一番のコツかな。あんまり餃子の皮って焦げ目がつくまでに意外と時間がかかるんで、多分焼き始めてから焦げ目がついて焼き終わるまでにね、多分8分から10分ぐらいは時間がかかるんで、まあ火加減にもよりますけど、でね、あんまりこう餃子の皮がまだ焦げ目ついてない状態で、柔らかい状態でこうヘラとかで焦げてないかなとか、今フライパンにくっついてないかなとか、ガツガツいじくっちゃうと、なんかその衝撃で結構ね、皮が破けちゃったりするので、餃子を焼くときはですね、まあ忍耐強くちゃんと焦げ目がつくのを焦らずに待つと、そうするとね、意外と失敗しないで綺麗に焼けてくれます。それではまた来月お会いしましょう。来月はですね、イタリアンがテーマですので、来週もお見逃しなくよろしくお願いします。それではまた来週。